テクスポャパンのヒロです今日はですねこちらの、えー、フィリップスの SHE9700 もしくは9700、えー、これはまあ白モデルなんで9701なんですけど、えー、これをレビューしていきたいと思います、えー、ちょっと今日はまあ声が変かもしれないですけどあのー、ちょっと風邪ひいちゃったんで。 あのまあ勘弁してくださいでえっ、ー、と早速レビューなんですけどえー、このイヤホンはまず価格帯が3000円前後安,安いところは多分2500円とかであの購入できますでえっ、ー、と値段の割にはケースついてるのはすごいいいと思うんですけどえー、プロテクト性としてはあんまりないですあのケースって っていうかまああのー、結構お求めやすい価格のイヤホンなのについてるっていうのはまあすごい素晴らしいと思うんですけどとりあえずケースを横に置いといてでこれがイヤホンですでえー、正直言うとあの他の今まで紹介してきた例えば「ウエストン4」えー「モンスタービーツとトア」あとタ「タワー」 モンスター,のタ,ータービングールドに比べるとケーブルの質はあまり良くないです。あの、見ての通りすごいもう、あの、ぐちゃぐちゃです。えー、と、ちょっと今お見せしますけど、もう、これが大変でもう、電車の中ですごいイライラしてましたね。ああ、もうダメだ。 まあ見ての通りすごい絡みやすいケーブルなんであので今からちょっとこれがほどけたらちょっと説明しようと思うんですけどちょっとお待ちくださいはいでこれをあのそういうんか絡んでるんですけど私しまう時ってもうそういうこういうふうにあの極力か ここういうういいと起きないようにあのしままってますただその状態でしまってさっきの感じなので正直言うとあ,のあんまりケーブルの質が良くないかなっていう感じです他かはまあこういった経験こういったしまい方で経験こういう経験ないんであんまりそういう点ではケーブルまあ23,000円なんでそういう意味ではまああのー。 し,しょうがないのかなっていう感じなんですけど、もうちょっとケーブル考えてほしいかなっていうところです。で見ての通りなんですけど、えー、長さがですね、あのどちらかともまあ、胸ポッあのこれまあ、延長がない場合なんですけど、延長なしで多分胸ポッケあたりにの長さに作られて、えー、延長がついて、えー、まあ G 番のポッケとかに入るような長さになっているんでまあこういう延長がついてます。 で延長を置いておいて今としては結構珍しいタイプで、えー、とここの分かれるところなんですけど今ってたい Y 字型が多く左右同じ長さで前にこうつけるような感じが多いです。ただこれはですねちょっとまあ昔の感じで片方短くもう片方長いっていう感じになってますのでそれがちょっとまあ好きじゃないという方には。 あ,のあまりおすすめでできないです私は、まあ、あまり気にならないんですけどどちらかというと、まあ、前にある Y 字型の方が好きですあのジョギングとかしてる方だともしかするとこの後ろに首の周りに回すタイプの方が好きかもしれないですねでえっ、ー、とまああまりいい評価はしないように聞こえるんですけど、えー、23000円の価格帯にしては、えー、結構おすすめです音は低音重視でえっ、ー、とー 中音高音は出てるんですけど、正直低音に負けてるかなっていう感じの音です。ただ低音がすごい欲しいっていう方にはすごいおすすめなイヤホンです。えっ、ー、と、音漏れと、えっ、ー、と、音の何て言うんですかね、えっ、ー、と密、密閉度っていうんですかね。あの、まず音漏れは、まあよ、よっぽど耳壊れる。 レベルの音で聞かない限りはが結構何て言うんですかね音楽聞いてても外の音が結構入ってくるのでそういう意味でちょっと音量上げると漏れるかなっていう気はします。でえー、っとそうですねあのー、いろいろとちょっと悪い評価をしてきましたが、えー、23,000円の イヤホンです。ちょっと探してる方にはすごいおすすめです。えっ、ー、と、はい。以上です。もし、あの、このレビューが気に入っていただいたなら、上の、えー、登録ボタンと、あと、評価でグーをください。で、えー、と今後もこういった、あの、レビューをいっぱいしていこうと思いますので、ぜひ、あの、登録をしてください。よろしくお願いします。では、失礼します。